こら怪しいやつ、町から出ていけ。これは町長命令だ。誰か、誰か。私一人じゃ何もできないんです。あ、ジャック。任せて。次は何を持っていく？毛虫でいっぱいのバケツ。もっとすごいの。誰だ？どこのおばあさん？おだまり。魔女？お前たちは見込みがありそうだね。私についておいで。面白いところへ連れて行ってあげるよ。それではボディーガード諸君、一緒にクリスマスタウンへ行こう。入り口は墓場を抜けた森の中だ。クリスマスタウンの入り口さ。いたずらと悲鳴のハロウィンに行き詰まった僕は悩みながら歩いていた。そして見つけたこの扉。扉の向こうには真っ白な世界が広がり、
見たこともないものばかり。あれもこれも初めて見た。こんなに興奮したのは初めてさ。早く。町の中さ。さあ行こう。ここにも諸君、早速出番だ。俺に力を。やっで、ほそりゃほほやそりゃほふっせやうん、僕たちで何とかしなくっちゃね。あれがサンディークローズの家だよ。おやおや、こんにちは。リストの確認に来たのかな。名前は？俺、ソラって言います。ソラ、ソラ、ソラと。あった。しかし記録によると、ソラは7年前にサンタなんていない宣言をしているな。さて、どうしたもの。ジャックはどうですか？ハロウィンタウンのジャックです。ハロウィンタウン？頼むから面倒を持ち込まんでくれ。なんかした？僕は関係ないよ。
よし。隠れるんだ。静かにするんだ。ソラたちが一緒だなんていい機会だからね。もっと効果的な計画に変更だ。早く教えて。誰だ。見つかった。ああ、ロック、ショック、バレル。知り合いかね。ハロウィンタウンのポーニたちです。少々いたずらが過ぎるようだな。捕まえてここへ連れてきなさい。私がお説教をしてやろう。その前に次のクリスマスのことでお話を。話は後。工場を検査しなくてはならん。ジャック、まず3人組を捕まえよう。仕方ないか。あの国を破壊してやったらさぞや楽しいだろうと思ったんだけどね。でもソラたちが来てるとなれば話は別だ。まずあいつらに復讐してやらないと。どんな復讐？とても恐ろしい復讐さ。どれくらい恐ろしいの？ブギー親分くらい。それは恐ろしいぞ。ブギー、極悪非道のブギーか。はっ、それは面白そうだ。どこにいるんだい？ジャックとソラたちに倒されちゃった。ああ、そうだったね。ますます面白い。よし、ブギーを呼び戻してやろう。
ろ。やっ、久しぶりじゃねえか、マレフィセント。復活させてくれて感謝するぜ。早速だけど、ブギー、ソラたちを覚えているかい？当たり前だ。俺の人生いろいろあったはずだが、今覚えているのはあれはいつだ？何があった？ジャックに負けた。そうだ。ソラたちに負けた。そうだそうだそうだ。俺が覚えているのは一つだけ。奴らに目いっぱい復讐するまで他のことは思い出せねえってことだ。そうそう、その調子だよ。それでね、私に計画があるんだ。クリスマスタウンを知ってるかい？ブギー親分、起きて！本物のワルを見せてよ。はあ、まだ本調子じゃないようだね。お前たち、ここでソラたちの足止めをしておくれ。手下を貸してやるから、抜かるんじゃないよ。見つけた。足止めだ。釘で打ちつけろ。あれ、はっ、くらえ。
迷ってここまで来てしまったが。やれやれ、のこのこ出てきたのは間違いだったかな。サンディ・クローズさん？サンタクロースなら私だが。ジャックから聞いてここに来ればお会いできると思ってました。でもお願いです、どうかお帰りください。このままではとても良くないことが起こります。確かにクリスマスの準備もすっかり遅れてしまった。そうだな、私は家で待ってるとジャックに伝えてくれんか。それはいけません。どうか扉を固く閉ざしてジャックを無視してください。ほら、あの赤いやつだよ。あいつを誘拐すればいいんだな。そうよ、どこかに閉じ込めて、その後でクリスマスタウンをめちゃくちゃにしてやりな。絶対にソラたちが現れるよ。すぐに黙らせてやる。そうそう、その間に私はサンタクロースをハートレスに。もういいか、誰だ。うおハハハハ。俺好みに変えてやったぞ。でもなんか物足りねえな。よし、もっとブギー様風にしてやる。それじゃあ私はこいつをハートレスに変えてやろうかね。ふん、ふん、あ、何するんだい。なんだ、まだ嫌がったのか。もう用はないからどっか行っちまえ。ブギー、誰が復活させてやったのか忘れたのかい。ああ、綺麗さっぱりね。なんてやつだい、手に負えないよ。勝手にするがいい。まあ、はっ、はっ、はっ、やっ、は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 っ
ジャック・スケリントン。あ、ブギー。一年前はよくもやってくれたな。そこのガキどももな。サンビークローズをどうするつもりだ。え？どうするって？よくわかんねえな。なんでこいつがここにいるんだ？邪魔だから捨てちまおう。うわ。サンディ・クローズさん。お前ら。流れろ、流れろ、潰れちゃう。
が避けられるかな。これで次のクリスマスも安心だな。そう、やっと僕のクリスマスができるよ。やっぱりジャックはハロウィンが似合ってるよ。ジャック、はい、できたわ。やった、これで完璧だ。ありがとう、サリー。お願い、ジャック、着るだけで我慢して。そんなもったいないことできないよ。しっかり世話になったな。礼を言おう。だがこれ以上問題を持ち込まんでくれ。それにその格好、私の代わりにプレゼントを配りたいだと。一度くらい休んだっていいじゃないですか。そのお年でプレゼントを配りに飛び回るなんて疲れるでしょう。たまにはゆっくり休んでくださいよ。確かに疲れる仕事だ。でもな、ジャック、子供たちの寝顔や笑顔を見ればそんな疲れなんか吹き飛んでしまうんだ。私はこの仕事が大好きなんだよ。お前は子供たちの悲鳴や驚く顔が大好きなんだろ。それを奪われたらどう思う。世界はな、ジャック、クリスマスには私を、ハロウィンにはお前を待っているんだ。私たちはその期待に応える義務がある。ハロウィンのスーパースター、ジャック・スケリントン、カボチャの王、驚きと悲鳴の使者。そんなお前がクリスマスにうつつを抜かしてハロウィンの質が下がったらどうする。さあ、ジャック、ハロウィンの準備に取り掛かるんだ。私も遅れを取り戻さねば。そうだ、僕はハロウィンの帝王ジャック。大切なことを忘れていた。いつものハロウィンに行き詰まったらもっとすごいハロウィンにすればいいんだ。ジャック、ジャック、こんなところにいたのかい。次のハロウィンの企画書を見てくれよ。君がいないと話にならないんだ。それはそうだな。ジャック、元気でな。もう夢中になってるよ。さて、
私もジャックに負けるわけにはいかんぞ。うわ、驚かすなよジャック。なんだろう、でもハロウィンにはこんな光はいらないな。俺たちは行かなくちゃ。そうだソラ、お前には親友がいるだろう。記録によるとサンタなんていないとお前に言ったのはその子だな。そういえばそうです。その子に私のことをちゃんと伝えるんだぞ。はい、でもリクはどこにいるんですか。さあどこかな。信じることをやめなければいつか会えるさ。私と同じだ。はい。
お、ちょっとかっこいい。うん。でも、気味が悪い。おお。ハートレス。違うみたいだよ。ここの住人たちかな。怪しい魔術はありませんよ。ちょっと待てよ。あんたたち腹減ってないかい。悪い、俺たち何も持ってないんだ。全然問題なし。もしかして僕たちがごちそうってことかな。お疲れさん。スカーが呼んでるぞ。無視してみる。ダメだ、これ以上機嫌が悪くなっちゃたまんないぜ。よくわからないけど助かった。これ歩きにくいんだけど。早く食べてよ。コツがあるんだ、教えてあげるよ。やあの骸骨、怪しいぞ。あ、怪しい。どうする。任せろ。やっぱりハートレス。ありがとう、助かったわ。危なかったね。ここにはハートレスがたくさんいるの。ハートレス、今の怪物のこと。私にはわからないわ。ここはプライドランドの外だからよく知らないの。プライドランド。ねえ、そこにはリクってやつ来てないかな。黒いフードを着た悪い奴らは。もしかしてピートって乱暴なやつは。とりあえずそこへ行ってみようか。プライドランドは危険よ。スカーがハイエナと手を組んで私たちひどい扱いなの。それにハイエナがたくさんいるから獲物が足りなくなってみんな苛立ってるし。少しくらいの危険は大丈夫さ。俺たちの力見ただろ。そうね、あなたたちならどうにかしてプライドランドを救うことができるかもしれない。スカーとハイエナを追い払えばいいのかな。スカーと先代の王ムファサの死後に後を引き継いだの。ってことは今はスカーが王様なんだ。俺たちに王様を倒せっての。ちょっと待って、いくらなんでも王様を倒しちゃうのはまずいよな。王様より俺たちが強いってことになったら、次の王様やってくれとか言われたりして。そら。もちろん断るけどな。うん。でも
プライドランドへは行きたいし、とりあえず力を貸すってことでいいよな。調子に乗れなきゃいいけど。先に行って仲間たちに知らせるってさ。プライドロックっていう大きな岩に来てくれって。どういうこと？あなたたちがプライドランドを救ってくれるかもしれないってラフィキに話したの。あなたたちではダメなんだって。プライドランドを救う者は次の王になる者だ。それには王としての素質がないとダメだって。ってことは、そらじゃ王様は無理ってことだね。はあ、せっかく来てくれたのに。いやいいんだ。スカーに見つからないうちにここから出た方がいいわ。本当にごめんなさい。お前ら、さっきは食べ損ねて残念だったわ。ほら、スカー様のお出ましだぜ。あ、ピート！でいっ！
ここで何してるんだよ。そんなことより自分たちの心配をした方がいいんじゃないのか。そら助けて。さてメスライオンたち、狩りに行ってくる。いくら狩りに行ったってここにはもう獲物がいないのよ。獲物がいない、こいつらは何だ。獲物じゃないって生きがいいな。スカー、あとは任せたぞ。あ、逃げて。行きましょう。その顔は。もっと気楽に楽しく暮らそうぜ。うん、何考えてるんだ。当ててやる。昔のことだろ。はぐらまたた。まったくでかくなりやがって。俺たちが助けてやった時はこんなだったのにな。たちには無理。確かに王様にはなれないわね。何？気にしない気にしない。いいわ、飛び方を教えてあげる。さあ頑張って。
ここで先代の王様が亡くなったとき、シンバも一緒に死んじゃったって聞いてたの。誰がそんなこと言ったの？スカーよ。迷わず進め！もしかしてシンバが。ソラ、行きましょう。待って。俺だよ、ソラだよ。ドナルドとグービーも一緒だ。ソラ、ドナルド、グービー。ああ、
みんな一体どうしたんだ。シンバ、助けてくれ。俺たち食われる。ティモン、プンバ、ジャングルで何かあったみたいだ。友達を助けなくちゃ。うん、手伝うぞ。シンバ、待って。ナラだよ、知り合いだろ。ナラ、僕だよ、シンバだよ。シンバ、本当に生きてたのね。一体どうなってんだよ。大丈夫だよ、みんな僕の友達さ。ってことは、俺たちを食わないってことか。本当は俺のこと豚みたいに食う気だろ。食わないけど、豚だろ。豚じゃない。悪いけど、二人にしてくれる。そうなると思ったぜ。お願いシンバ、プライドランドへ戻って。ソラたちに助けてもらおうと思ったけど、やっぱりあなたじゃないとダメなのよ。僕にもできない。どうして。ハクナマタタ、やり直すことができない過去なんか忘れて、楽しく暮らした方がいいってことさ。シンバ、ハクナマタタ。ハクナマタタ。シンバは変わってしまったわ。ハクナマタタなんですって。父さんは僕のせいで死んだんだ。僕さえいなければ。ダメだ。やっぱりプライドランドへは帰れないよ。あの星から歴代の王たちが我々を見守っている。お前が一人になった時には王たちが空から導いてくれるだろう。私も見ている。父さん、そこにいるの。今のお前は本当のお前ではない。生きるべき世界で役目を果たせ。僕にはプライドランドへ戻る資格がない。思い出せ、自分が誰なのかを。みんなそこにいるんだろ。僕の王国へ戻る。力を貸してくれ。王のご帰還だ。
あんなところのために戦うのか？ああ、僕のふるさとだ。ここはもうお前の王国ではない。私たちの王はシンバだけよ。どちらか選べ。王座を明け渡すか戦うか。暴力はいけないよ。同じ一族の者を死なせたくない。そうだろう。過去のことなら克服した。果たしてみんなは克服したかな。シンバ、何の話？誰のせいでムファサは死んだんだ？僕だ。え？お前が父親を殺したんだ。お前がいなけりゃムファサは生きていた。違うか？殺してない。あれは事故だった。またしても窮地だな。父さんは助けに来ないぞ。お前が殺したからさ。見覚えのある光景だな。どこかで見た気がする。そうか、思い出したぞ。ムファサが死ぬ直前の光景だ。ささやかな秘密を教えよう。ムファサは俺が殺した。卑怯者め、真実を言え。よせ。分かった。俺が殺した。聞こえないぞ。俺がムファサを殺した。シンバ、こいつらは任せろ。スカーを追うんだ。
これだけはシンバがやらないと。やったな。予告編は終わり。まだまだこれからがすごいんだぞ。この国の王は怒りと恨みでハートレスになった。今まではただの不幸な国、これからは素敵な闇の国だ。そうはいかないのさ。
しよう。やっ、なんだ？ちょっとの間お別れなんだ。シンバを呼んでくれよ。王様は忙しいから後で伝えてよ。王様は忙しいか。あんまり忙しくて俺たちのことなんて忘れちまうかもな。そうなっても白なマタタだろ。まあね。まあねじゃないぞ。俺たちがシンバに食われちまうかもしれないんだぞ。豚みたいに言う。シンバは豚でしょ。豚じゃない。でも食われるのは嫌だ。おい、友達のことは忘れないって。
行きますか。